早速自己紹介していきます。オレンジ色担当長尾梨央です。梨央。水色担当岡田あずみです。あずみ。赤色担当梶田あこです。わんわん。青色担当高田萌子です。萌子。スプラッシュの最年少、柳本愛。アイアイ。スプラの梅本ツインズ、妹の梅本カノン。カノン。お姉ちゃんの梅本シオン。シオン。9人合わせてスプラッシュです。よろしくお願いします。はい、ここで今日はね、ステージ観覧所の所注意をあーたんにやってもらおうと思います。はい、お願いします。はい、というわけでステージ観覧の際は周りの方とソーシャルディスタンスへの配慮にお願いします。今座っておられる方はそのままで大丈夫なのですが、立っておられる方は周りの方と1から2メートル距離を空けてステージ見てくださると嬉しいです。また声を出したりタオルを振り回すなどの声は NG となっているので、皆さん心の中で私たちにエールを届けてくださったら嬉しいなって思います。はい。そして、まあ、今はちょっと雨が降ってるから暑くないかもしれないんだけど、ムシムシしてるから、その水分補給とかしっかりとって熱中症対策、ぜひ皆さん気をつけてください。はい。というわけで1回目のステージ楽しんでいきましょう。楽しい。それでは早速最初の曲に行きたいと思います。はい。はい。なんだなんだ、いいね、なんだ。最初の曲はですね、リオ愛で歌いたいと思います。イエイ。それではミュージックI'm easy, easy, easy.
はい、行きましょう。
とするということで、CC ダンスとサンジャタイさんもコラボします。イエーイ。で、今日もゲストが来ているということで呼んでいきましょう。せーの、サンジャくんフレッチちゃん来れるかな。ということで、ちょっとサンチェ君とフレッチちゃんに質問していきたいと思います。はい、サンチェ君は野球は好きなのかな。では本日も中島水泳をお願いします。お願いします。なになに、なるほど。サンチェ君はやっぱりサッカーよりは、ね、あ、まだ言ってくれ。めっちゃ今さ気づいたんだけどさ、ちゃんとあんたのでかい耳に言ってくれたの。そうなの。そうというわけで、サンチ君は、はい、野球よりはやっぱり サッカーの方ができるんだけど、でも野球はやるより見る専門らしいですよ。ちなみにサンチ君の好きなポジションは何ですか。なるほどなるほど。昔堀江選手とイベントで一緒になったことがあるし、だからピッチャーらしい。おサンチ君がピッチャーしちゃうとね、動くのかな。確かに確かに、結構距離ある。投げまーす。下投げなんだね、サンチ君はね。すごいすごい。サンチ君のね、始球式姿を見てみて。やってみたいって言ってたよ、始球式。方眼っぽいけど、楽しみに。あれだよね、サンチだけじゃなくてフレッチもね、見たいところがあるんだよね。フレッチちゃんはどこのポジションが好きなのかと。フレッチさん通訳もよろしくお願いします。頑張ってみようかな。すごい、フレッチちゃんのもできるようになったんだよ。なるほどなるほど。フレッチちゃんは三塁コーチで腕をブンブン回す。新しい制度だよ。新しい、珍しい。新しいね。プレーするとかじゃないんだよ。こうしたいっていうね、こっちだったね。の野球のね、いろんなことについて知れたということで、それでは CC ダンスも踊っていきます。ぜひ皆さん真似しながら踊ってください。お願いします。それではミュージックスタート。手拍子お願いします。それではいきますよ。せーの、 CCAAR波を振って、波を振って、
広島ナイト。さあ行こうぜどこまでも、走り出せ走り出せ、そこはリラックスルームではございません。そこステージです。そう、そこダメ、そこダメ。そう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 、そう下だったら大丈夫。慌てない、慌てない。こら